皆さんこんにちは、コウキでございます。本日はですね、ちょっと自分お腹すいたということで、南イタリアからですね、先生をお呼びしています。どうぞ。そっちから来ると思ったでしょ。今日はこっちだよ。南イタリアから来た先生って、しかも全然。はい、どうもこんにちは、関でございます。今日はね、恒例のまかないレストランの時間がやってまいりました。もう毎日毎日後期のまかないは僕がなんか知んないけどですね、作らされているというね、次第でどん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 痩せる、痩せないといけないはずなのに、どん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 太っているというね、いう後期くんでございます。っていうことですね、今日はね、春の食材にちなんで、桜マスと、菜の花の濃厚クリームパスタを作っていこうかなと思います。ということでね、今日またね、こういうなんかちょっとおシャンティーな感じでね、はい、やらせていただこうと思います。じゃあもうね、このままじゃぶっ続けていっていいですか。ということで、はい、じゃあやっていきます。もうこれね、すごい簡単です。パスタまず湯がく時間、今日もね、9分です。前回同様ですね、パスタのお湯には、湯がくお湯にはですね、だいたい塩 1% ぐらいのお湯で、パスタを湯がいていきます。まあざっくりね、今もう僕やっちゃったんですけども、目安としてはほんと 1% なので、このパスタの茹で汁で、塩分を、塩の塩分をね、決めていくような形です。で、絶対失敗しづらいっていうところで言うと、やっぱり麺の茹でるタイミングですね。だいたい今日使う麺の茹で汁が書いてある表記の時間が9分なので、だいたいまだ7分ぐらいで、ザル上げして、でそこからクリームソースの中に落としていき、でそのクリームソースの中で湯がきながら、味を注入した中に入れていくようなイメージです。うん、気持ちね。さあ、じゃあここから9分かかりますね。間違えた、9分じゃない、7分ね。7分。前回ね、コウキ君にパスタ何グラムやるみたいな話をしたんですけど、もう今日そのくだりやめて、もう適当にやります。だいたいこれで、150g ですね。だいたい1人前が80から90ぐらいって言われてるので、それで、入れました。今ね、ちょっとタイマーかけました。で、コポコポじゃなくてね、コポコポ言わせるぐらいの温度で、やっていくとちょうどいいと思います。はい、じゃあね、こっちで今からソース作るので、この子はあっちのガス台の方に移動して、でこの間に、ソース作っていきます。今日濃厚ってことなんで、カルボナーラチックにいこうかなと。まあ、今ね、ちょうど旬の桜マス、それからやっぱりまかないですかね、少しちょっとニンニクを効かせてあげて、でみじん切りにした方がニンニクすごく香りが効くんですけれども、クリームパスタですね、そんなに言うほど効かしてもしょうがないなと思うので、適度な感じでいきます。はい、でまず桜マスの下味ですね、塩少し薄塩当ててます。皮付きのものがいいですね、皮からうまみが出るので、ね、生クリームいきます。でここに、桜マス、でそれからニンニクですね、もうこのまま火にかけて強火でいきます。菜の花はですね、食べやすい大きさに切り揃えておいて、パスタの茹で汁の方で、湯がいて、色出しをして、で、最後にクリームソースの中に合わせていくような感じですね。春のパスタってやっぱり菜の花、僕すごい好きなんでね、菜の花ってやっぱグルタミン酸がすごい強いお野菜なので、とってもいいと思います。ゆっくり生クリームで、火を入れていきます。で生クリームだけでいくとすごくこってりしちゃうので、もしあれだったら少し牛乳で割ってあげてもいいかなと思います。ちょっと今日牛乳少し割りますね。なんでかというと、最後にね、今日ね、卵で少し濃厚さを出すので、ちょっと牛乳で割りました。こってりしすぎない。でこのぐらい一回沸いたらですね、沸騰したら弱火で、ニンニク、それから桜マスの方に火を入れながら、ニンニクの香りをこのクリームスープのソースの方にね、抽出していきます。うん、いい香り。お魚は皮目の方から入れていってください。皮目に火を入れて、
皮身と身の間の旨味をね、このソースの中に抽出する。大体今4分半ですね、あと。で、塩は別に決して打たないでください。これが今濃くなって、パスタに茹で汁を入れて、で、塩分をね、しっかりと整えていきますので、大体みんなここに塩を決めちゃうんですね。今、塩を決めちゃうと出来上がりが少ししょっぱくなってしまうので、なるべく塩とか打たないで、ね、パスタの茹で汁から、セモリナとお湯が溶け合った茹で汁から、の塩分で仕上げていった方が絶対に美味しいです。僕はね、これね、誰かに教えてもらったわけじゃないんですね。全部自分でね、作りながらね、そう思ってね、作ってるんで、教科書に全く載ってないんです。大丈夫かな。南イタリアから来た先生です。誰も笑わないって。あー、美味しそう。いい香りがね。もう、あえてね、チーズとかも使わないでね、本当に、このクリームと、茹で汁と、この素材と、あとは最後に卵でね、つけていきます。今だいたい3分20秒ぐらい。本当にもうここは弱火でゆっくりゆっくり火を入れていってください。美味しそう。今日で何回目なんだろう、まかないレストラン。今日3月10日、もう、ね、番組ね、週間来てますね。週間来てるもんね。はい、僕ね、本当ね、この3月10日のその BS 富士の番組に出演が決定してですね、ダイエットをやろうと。まあでもそういうことないとダイエットやらないじゃないですか。まあ、いつでも食べたい時に食べたいものを好きなだけ食べれるという環境にいるとね、まあ、ブク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 太ってってしまいますね。こういう風な感じになっちゃうんですね。そうじゃなくても太ってるでね、だいたい今3週間、4、5日ぐらい経ってるんですけど、まあ、6.5 キロぐらいかな、まあね、ダイエットに成功しましたですね。成功したというか、本当に有酸素運動とですね、筋肉トレーニング、無酸素運動、それから糖質制限、食事制限、あとお酒大好きなんですけど、お酒ももう本当にハイボールだけに決め込んでですね、ずっとやってみた結果、まあ、そういう風な感じになりましたね。でも今ね、筋トレしてるんで、もうここはね、もう体重減らなくていいなと思っていて、体重ばっかり減らしてしまうと、ちょっとなんか筋肉な体になってしまうからね、なんかそれはそれでみっともないなと思っていて、ここからはね、筋力をつけて、しっかりとね、毎日ずっと立ち仕事なんでね、長い時間立っていても負けない体を作る、それ重要じゃないですかね。とまあなんか喋りながらやっていった時にこうトローンとしてきましたね。今のこの状態でも仕上げちゃうんじゃないので、ここで一回パスタの茹で汁を少し加えていきます。まず一杯、これ 70cc、 今 60cc ぐらい入れたのかな。で、今のは塩水ですよね。塩とお湯のスープ、塩とお湯のあとセモリナ粉が溶け出したスープですね。それを1回入れました。今7分まであと40秒です。いい感じですね。まだまだここからですね、桜マスの旨味をこのクリームのスープのソースの方にね、溶け出していかせるんですね。ゆっくりゆっくり抽出していきます。で、30秒ぐらいになったらですね、菜の花を1回茹で汁の方に入れます。で、色出し火入れですね。あと5秒、4、3、2、1。というわけで、パスタ茹で上がりましたので、はい、ここで茹で汁つけます。で、前回同様、この一番最後の濃いところの茹で汁が一番大事なので、ここを取っておいてください。で、パスタをソースの中に絡めます。で、ここからはですね、ちょっと強火にして、煽っていきますね。
クラマスからもう旨味がね抽出して、パスタ自身はもう自体はもう ある程度も塩分出るので、まあ、一気に詰めていく感じですね。ちょっとサクラマスもねこうほぐしてあげてもいいですね。旨味って内側から出てくるんでね、まあ、軽くほぐしてあげて、でもほぐしすぎだとバラバラになっちゃうんでね、ざっくりほぐすぐらいがちょうどいいかと思います。まだ結構緩いですよ。でパスタ自体はまだ硬いですね。まだアルデンテのちょっと手前ぐらいです。アルデンテのちょっと手前ぐらいです。はいはいはい、いいですね。ちょっと手前ぐらいです。今ここで吸わせて、パスタに火入れをしていくんですね。火入れをしながら内側に塩分とこのソースの旨味を中に入れていく感じのイメージで作ってます。でちょっとよっ固まってきちゃったら少しまた茹で汁を、濃いね、背盛りの中がっつり出た茹で汁を投入して、またここでもう強火でいいですよ。入れていきますね。このぐらいの大きさがゴロッと入ってた方が美味しそうですよね。美味しそう。香りもすごくいいです。おそらくあれパスタを今入れてからですね1分半ぐらい経ちました。このぐらいで一回火止めます。なんでかというとここで一気に温度を落として最後卵で、絡めていきます。今日はねカルボナーラは、まあ、みんなやり方はいろいろあると思うんですけれども、フライパンでやる方もいればボウルに移してやる方もいると思います。今日はねこのフライパンで、1個で全部作っていきたいのでフライパンだけでやっていこうと思ってます。で今何やってるかというとちょっと温度下げてます。なんでかというと卵が固まってしまうからですね。濃厚にするためにも柔らかい、あとこの気泡ね、もうこの泡みたいな卵、この泡みたいなのをもっといっぱいここから作っていきます。ゴムベラもらっていい？はい、ある程度今温度がちょっと下がった感じですね。もうある程度温度が下げた冷めた状態です。もうアルデンテぐらいになっているのでここに卵投入していきますね。分量また最後ので動画の最後にアップしますのでぜひそれをご覧になっていただいて、で卵を入れたらもう今火止めた状態ですね。ここで最後の濃厚さを感じでね、もう今ほらいい感じですよね。うまそう、美味しそうじゃん、ぼくん。はい、こういう感じでね、まあドローンとした感じですね。こういう感じで、じゃあ盛り付けに入ります。サクラマスってすごく味の濃い魚で、そして菜の花もねとってもグルタミン酸の強いお野菜ですね。こういった感じのパスタはどうなんでしょうかという。ちょっと今日南イタリアに帰らないといけないんだよな、これから。すっげえ遠いんだよねこれからね、僕新幹線乗って南イタリアに帰らないといけないんですよ。言ってる、本当にこのふざけてるわけじゃないんですけどね。こういう感じですね。でもちろん少しだけね、まかないなんで、やっぱりニンニクを効かして、ちょっとね、スパイスを効かした感じですね。こう、ポロンとして、カルボナーラチックな、見ていただいた通り塩一切使ってないです。もう本当にこのパスタの茹で汁と桜マスが持つ味、それから最後に、ブラックペッパーで手忘れずにカッちょっと多いぐらいがいいかな、ね、でご家庭でも2、3でペッパーミルを、ね、用意してもらって、こんな感じで、とりあえず桜マスと菜の花の濃厚クリームパスタできました。どうでしょう、美味しそうかな。どうぞ。
いただきます。美味しいですか？まるちゃん、もうでもこの時点でもう美味しいっていうのがすいません、いただきます。どうぞ。召し上がれ。普通にめちゃめちゃ美味しいです言わしてませんよいつもやってるってはい、というわけでですね、今日はね、まかないレストランということで、今日はね、桜マスと菜の花の、濃厚クリームパスタを作ってきました。まあまあポイントとしてはですね、まずね、失敗しないポイント、まず茹で時間のお袋に書いてある茹で時間よりマイナス2分ぐらいで茹で上げて、でその茹で上げた時の濃いある、汁、パスタの茹で汁を使って、ソースを作り上げていくっていうのと、最初の頃にですね、あのソースを最初作る時に、塩や醤油などね、あの一切打たないようにね、あの自然な素材から出てくる自然な旨味とか塩分、塩気とかをソースにね、抽出する、この辺がね、僕の中ではすごいポイントかなと。で、卵とかをね、使う際は確実にそうなんですけれども、やっぱりこうトローンとした感じのとろみをつけたいので、あのその時の火の加減などは本当にすごくポイントだと思います。あの実際今あの召し上がってみても全く一切固まってないんですね。ただでもちょうどいい具合にこう全てが攪拌して、混ざって一つの味になってるのかなというふうに思ってます。じゃあ今日もね、これコウキ君ね、全部召し上がっていただいて、いやまだこれから営業あるんでね、ほんと昼からね、いつもね、まかないを作らされてるんです、僕は。本当にこの動画のためにね、まあでもこれでコウキがね、僕がちゃんとパスタも作れるということもね、理解していただけるようなと思ってます。なんか次何作ろうかな、でいつもこんなことばっかり言ってるんですね。何がいいかね。この前ね、チャーハン動画すごいなんかこういろんな方々に見ていただけていて、あの本当にありがとうございます。ありがとうございます。これからもですね、皆様のためになるようなね、あの動画を作っていければなと思っておりますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。というわけでですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。もちろんグッドボタンもお願いします。それでは今日はこちらで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。